こいい。どうするかっていうと、この3番目の音、ビブラート。もう今、かっこいいと思いましたもん。はい。うん、これ、チューイーンっていうのは、クイーンって思ってます。ああ、なるほど。もうバンド名。こんにちは、ケーズギターワークス吉松です。そして清水です。ブライアニストへの道はい、ということでね、はい、前回に引き続き清水さんに出ていただいて、はい、まあ、続きですよね。前回はこのコインのブライアンってすごいニュアンスの人間だねみたいな、このコインってすごい効果を生み出してるんだねみたいな話を、そうですね、はい、させていただきました、はい。で前回ちょっと触れなかったんですけど、はいはいはい、コードバッキングの時にね、うん、アップピッキングでやる時のこうサウンドが特徴的だなっていう、この間はですね、この、うん、はい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 、続き、うん、この、そう、このキュッっていう、そうなんですよ、ね、このニュアンス、このニュアンスがすごい出てるのが、はいはいはい、あ、うん、ブライトンロックの、はいはいはい、こういうストロークの、そうですね、あともう一つ忘れてたのが、はいはいはい、この16ビートのカッティングですね。あ、はい、はい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 、これもやっぱり普通のピックじゃ出ないニュアンスかもしれないですね。これちょっと触りましょうか。はい、そうですね、はい、うんうん、せーの、分かんなくなるな。あ、まあまあ、うん、細かいところはいいとして、ええ、このニュアンスです、ね、そうですね、うん、はいはいはい、こういうニュアンス、この、うんうんうん、これがコインの効果ですね。この振り抜いた時にちゃんとこのギザギザ一個一個が音を刻んでくれてるっていうか、そうですね、うん、で、あんまり使ってるとツルツルになっちゃうんですよ、うん、ああ、こっちが負けちゃう、こっちがツルツルになった上で、うん、ここが真っ黒になるんですよ。ああ、はい、なるほど。で、ここも削れて、はい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 、だから弦の長持ち的に言うと長持ちはしないんですけどうんうん、うん、これじゃないと出ない、出ないニュアンスと、出ないニュアンス、そうですよね。コインはね、もっと言えばもっといっぱいあるので、うん、これ僕の方の YouTube で、ね、はい、清水さんが個人のチャンネルやられてて、はい、コインのことちょっと詳しく、そうですね、ぜひぜひやってみようかな、はい、そちらをご覧いただければと思います。他にもね、面白いのが本当にいっぱいあって、うん、ええ、それこそクイーンがお好きな方はもちろんですし、はい、そのブライアンを噛み砕いた上で、はい、例えばオリジナル曲だったりとか、そういうところにどういう風にそれを落とし込めるのかなんていうのも、ええ、清水さんの動画で結構、ええ、見れるところかな。僕ね、クイーンが好きでクイーンをすごい勉強してて、ギターオーケストラとかすごい、ええ、あ、こういうハーモニーなんだっていうのを勉強してたんですけど、はい、今作曲家の仕事もしてるんですよ、ええ、でオーケストラアレンジはそこから来てるんですよ。あ、なるほどですね、完全に、うんうんうん、バイオリンのハーモニーの仕方とか、はい、それはブライアンがやってたギターオーケストラを参考に、はあ、なるほど、ハーモニーのそんなところもでね、面白いですね、面白いですよ、うんうんうん、だから僕の基本はビートルズとクイーンです、ええ、なるほど、イギリスですね、はい、はい、ロジャー・テイラーがインタビューで、ブライアン・メイは初期はもう初めの頃はね、一生懸命コードを勉強してたって言ってるんですよ。なるほど。あ、コードの勉強かと思ってたんですけど、うん、よくよく考えるとコードイコールハーモニーなので、うん、ハーモニーの構築の仕方を勉強してたということを言ってたんですよ。なるほど。で、そこで本題に入ってきます。なるほど。レッスン2。レッスン2。レッスン2はコードのことです。なるほど。ハーモニーのことです。コードですね、はい、でコードの基本は、はい、例えば C コードでいうとドミソなんですけど、うんうん、まずドを弾いてみていただいていいですか、はい、これにせーの、はい、これでメジャーとマイナーの区別、はい、でドを弾いてみてください、せーの、マイナーになるんです。なるほど、はい、でもうちょっと言うと、サードの音なんですけど、うん、ドレミで3つの音が3つ目だからサードの音な、ね、なるほどなるほど、でサードの音がこの超3度かマイナー3度かっていうことで区別がつくんですけど、うん、なるほどなるほど、もう一ついくと5度の音、5度、ソの音が入るとコードの幅が出るんですね、はい、ドの音を弾いてください、はい、せーの、うーん、コードの厚みが出るんですよ、はい、これが3和音の基本形なんです、ね、なるほど、で例えば Dm だったら、はいはい、
こういうことですね。これがあの基本のハーモニー。なるほど。でこれにメロディーがつくと、例えば、はい、ドレミって弾いてください、はい、でこれでちょっとブライアンっぽく弾きたいのでなるほど、ビブラートですね、はいはいはい、で僕は3つ目の音からミファソって弾きます。僕はそれを弾きます、うん、せーの、もうこれだけでクイーンっぽい、うん、でこれちょっとディストーションにしてみましょうか、はい、じゃあ最後の音をチョーキングしましょう、はい、あ、 OK です、はい、はい、せーの、ぽいもう今かっこいいと思いましたもん、はい、うん、これドレミ、ドレミって弾いてるだけでしょ、うん、これドレミって弾くだけなのにクイーンっぽいっていうのはぽいですね、なんでっていうのは、はい、これで弾いてるっていうのもあるし、クイーンと、あとビブラートですね、はいはい、じゃあもうちょっと高い音でやってみましょう、はい、あの、で揺らしを、揺らぎをちょっと大きい、はい、はい、で僕はさっきみたいにやります、はい、ました、せーの、なるほどこれがハーモニーの基本なんですよ、うん、これ別にあの複雑なことは何もなくて、これダイアトニックっていうんですけど、ドレミファソラシドの延長線上にコードが出来上がっていることなんですね。ドレミファソラシドの流れを組んでこう積み上げていくとコードなんですけど、じゃあこんな練習をね僕は提案してるんですけど、じゃあドレミファソラシドをちょっと覚えていきましょう。ポジションも覚えてください。そうです。でこれをブライアンっぽく弾きたいので、はいはいはい、どうするかっていうと、この3番目の音ビブラート、なるほど、最後はチョーキング、おしゃれチョーキングですね、はい、このチュイーンっていうのはクイーンって思ってます、はい、あ、なるほど、もうバンド名を運指に入れちゃうという、はいはい、クイーン、あの、はい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 、はい、なるほど、こういう感じです。これ、はい、あの、まあ、他のところもビブラート入れてもいいんですけど、はい、3つ目に入れるとなんとなくそんな雰囲気がしてきます。でこれで僕がミから始めると、はい、すごく面白いことになります、はい、せーの、かっこいいこれドレミを弾くだけなんですけど、はい、でこういう風にハーモニーを練習しながら、うん、あのポジションを覚えていくと、うん、すごく体に入ってくるし、うん、楽しいです。そうですね、はい、うん、じゃあ今度もう一つ覚えましょう、はい、次のレから始まる、はい、せーの、あ、そっか、こっちですね、そう、クイーン、ドからドからレに、はい、こっからこう、そうです、はい、これだけやるだけでも、うんうんうん、だいぶあのクイーンの雰囲気が、はい、これ、はい、なぜかっていうとクイーンはこれを思いっきり使ってるから、ね、なるほど、例えばバイスクールレースのギターソロ、うんうん、はい、駆け上がりの連続じゃないですか、いろいろあります。カインドオブマジックのソロとかね、はいはいはい、もうドレミファソラシドのこのスケールを上がるっていうのがすごく多くて、うんうんうん、であのブライアンのビデオを見るとスケールうんぬんって感じではやってないんだよと、はい、言ってますけど、うん、いわゆるペンタトニック中心のギタリストではないところなんですね。で、はい、かといってジャズギターみたいにモードをいっぱい使うわけではなく、なるほど、ダイアトニックのこの基本のハーモニーがすごく忠実にやってるから、うん、なんかこう一貫性があるっていうか、なるほど、そういうことなんですね、はい、さっきをやったこのドミソのこのハーモニー、はい、うん、これをこういうふうにやると、うんうん、
もう和音自体が割とこの明るくて綺麗な雰囲気を持ってる和音だなと体感的に今感じたんですけど、うんうんうん、これ3和音なので、うんうんうん、これジャズとかになるともう一つ出てくる、はい、こう、はい、こうセブンスのコードが、はいはいはい、まあ、あのクイーンもセブンスのコードはいっぱい出てきますけど、うんうん、そういうテンションコードに行ってみたりとかジャズとかになるとそうなるんですけ ど、それをやってるのが、まあ、あの対局にいるジェイ・グレードンっていう人なんですよ。エアプレイっていうバンドで、はい、手法は一緒です。なるほど。ギターオーケストレーションをやってる、はいはい、この2人がこの手法をやってる人なんです。なるほど。二大巨頭的な感じなんですね。そうそう、うん、ジェイ・グレードンの方はそっちの R&B とかジャズとかの雰囲気のコード、うん、テンションナインスとか、はい、あのそういうのをいっぱい使うんですけ ど、あのブライアンはこの3和音が結構基本なんですね。なるほど、そうなんですね、はい、で今の練習方法はこの譜面にいっぱい書いてあります、はい、ご覧ください、はい、この練習方法をちょっと発展させると、はい、ブライトンロックのギターソロのことになりますので、これでセットしましょうか。お、やりましょう、うんはい、ということで来ましたね、はい、圧巻ですね。あの何をしたいかっていうと、ブライアンがやってるブライトンロックのディレイソロ、はい、これがディレイです。ディレイ、これあの全部で5つ乖離が別なもの、はい、出力ができるんです。ほうほうほう。これも完全に何人かで弾いてる。いや本当そうですね。すごく難しいように感じてたんですけど、すごいシンプルです。これ見ると実はシンプルです。うん、そうですね、はい。